最大の恐怖は生きることね。だから我々は執着捨てるということを訓練する。もう人間生まれたからもう仕方がないでしょ。20年前とか30年ぐらい前にやった嫌なこととかが、普段の中で急にものすごいスピードで、すごく細かく急に思い出されたりとかするようになって、嫌な思いをする時があってですね、最近。あまり気にしないようにすればいいと思うんですよ、アドバイスがあれば。それは自分一人一人の宿題なんですよ。宿題は人によって違います。だって自分の生きたパターンが自分だけのものでしょ。他の人と共有しませんね。だから自分の弱いところがどんどん出てくるんですね。これも勉強しなさい、これも勉強しなさいと。だから気にしないことはあなたの修行なんですね。だからいろんなものが出てくる。出てくると何か気にしていることを発見するんですね。取り留めようもなく出てくるものに対して、そうやって宿題通して、じゃあ気にしないことにする、気にしないことにするっていうふうにプラクティスやってみてください。この世に生まれるっていうことがおめでたくて喜ばしいことじゃないってなるんでしょうか。そうそう、この世で生まれようか天国に生まれようか、生まれることを喜ばしいことじゃないんです。生まれたら奴隷になって、そのプログラムで動かなくちゃいけないんです。我々は人間で生まれた、あなたは日本人で生まれた。だからあなたはこの決まってるプログラムに合わせて生きていって死んでしまうんです。人間だったらみんな人間だから、人間に決まってるパターンで生きていて死んでしまっちゃう。私はスリランカで生まれたんだから、そちらで決まってるパターンで生きていて、年取って死んでしまっちゃうんですね。どこに生まれても自由がないんですよ。設定されてるプログラムで奴隷のようなロボットのように生きていて死ぬことなんですね。それでもいいんだけど、そのプログラム実行すると罪を犯しちゃう。例えば若い子が、まあ若いんだからプログラムはじゃあ結婚しなさいと。世間のプログラムが。そこ実行しようとする。結婚するために相手を見つからなくちゃいけない。気に入ってる相手見つけた。話してみたらその人は結婚しているか、別の人のこと好きなんです。それで困るでしょ。せっかく気に入った人には別の友達がいるんだからね。すごい損した気分になる。あるいは、とにかく何とかして自分のものにしようとする。それは全て罪なんですね。ただ、自分がプログラム実行しようとしただけなんです。大人になったら仕事をしなくちゃいけない。仕事をしようと思っちゃうと、そこで怒り知った憎しみ、よくいろんな罪が起こるんです。かわいそうですよ。あちらにちょっと箱があるんだけど、それ持ってきてください。そこで箱を取ろうといくところに落とし穴がある。あるいは箱の下に毒蛇がいる。持ってきてください。その人はそんなものは分かりました。持ってきます。行って持ってきたところに毒蛇に噛まれて、あるいは落とし穴に落ちてひどい目になる。残酷でしょ。だから我々は人間の生まれたら人間のプログラム、犬になったら犬のプログラム、それやろうとしちゃうと、いろんなところで毒蛇が待っているんです。意図的に人をぶん殴っちゃうとか気分がいい、趣味ですけど、それは趣味ですけど、ある程度で惨めじゃないんです。これ意図的でもなく、噛まられて趣味を犯す。悪から逃げられないようにして、それで悪から逃げられないんだからと言って行為に結果がある。どうにもなら、エネルギー法則だから。そういうことで最大の恐怖は生きることね。これは天界に生まれたって同じこと、犬になったって同じこと、はめられます。だから我々は執着捨てるということを訓練する。執着捨てる訓練始めたら罪にならない何一つ。だから執着捨てることを訓練してほしい。もう人間で生まれたからもう仕方がないでしょ。生まれたことは一番最大の恐怖で言ったってもうしょうがないんです。だから宿題やってください。執着しない、執着しない。生まれるっていうことは心を清らかにするチャレンジの場として捉えればよろしい、うん、そう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 、このチャンスで心を清らかにせてやると。学者でも非常に性格の悪い方がいらっしゃるということで、うん、確かにパリ語の学者でも性格の悪い方がいらっしゃるようなので、性格を悪くせずに執着を作らずにパリ語の勉強するにはどうしたらいいんでしょうか。だってなんだ、知識をいただく、性格を悪用する。それだけ。どんな悪人であっても何か知識あったらそれを学ぶ。でも性格は受け取れない。それだけ。私の大学で昔ね、スリランカにいた時はね、一番ボス、仏教学者ですけど、性格は最低。朝から晩まで酔っ払っているんです。
仏教学者なんですけど、若い女の子を見たらすぐ手を振って体を触ったりとかね。あまりにも大物の教授だから誰も文句言わない。これで教母。私はそういう人から学ぶべきポイントを一つ一つ学んで、完璧に人を教授なんです。その人を私も仲間に入れたかったんです。私は嫌でしょ。言いたいときは言いますからね。先生嫌でしょ、それは。ただ先生は私を脅しちゃったんです。先生こう言うんです。スリランカで仏教学の場合は私はトップだと。あんたまだ若いでしょ？これからでしょ？あなたの人生は。だから私の仲間にやった方が楽じゃない？嫌なことは嫌やと、悪いことは悪いやという自由が私に欲しい必要だと。言って事務所から出て行ったんです。で、私には何の損害もないし、先生は年上だからね、先に死んじゃったし、その代わりに私は他の先生たちに、あの教授の論文やら、理論方法の間違いは全部教えてあげたんで、こういうところそこを間違って、先生たちは臆病で、それ言わないでしょう。言ってみたらどうですかと。そこで学会などで、先生の論文も批判になっちゃって、私には入ることはできません。まだ下っ腹だからね。先生たちもそこでどんどん崩れてきましたけど、言い返しではなかったんだけどね。みんなに自由をあげたんです。凶暴の学者に抑えられない人が何か能力があったら、知識があったら、それは専学ないんだから、それは言ってたいってことだ。人の性格まで受け取る必要はないんです。だから仏教はっきり言って、性格を真似るならば、ブッダの性格を真似てください。完全な性格は誰にもないんです。ただ私の性格を真似してください。ひどい目に遭うと思います。だから知識をいただく。性格は断る。という二つで覚えてください。法話で前提を捨てるっていうことが課題っていうか、話があって、私がいないっていうことを発見するっていう、その最初から混乱したとこあったんですけど、最終的にただ見るっていう、それを実践すれば。こういうふうにやってください。この私という前提がいかにして現れるのかと。いきなり前提否定してたって意味がない、できないんです。どこでどんな原因で現れたのか。そうやって観察するんです。誰かがこうやって私を叩いたりしますね。それで瞬間でなんで私を叩いたのかと出てくるでしょ。そこで実際起きたのは物体が物体に当たっただけ。そこで感覚が生じただけ。物体は当たって終わっただからそれは無常。感覚は起きてすぐ消えるんだからそれも無常。そちらに私が入り込んじゃった。そこで何か口に入れる。あ、美味しいだこれはと。楽しみが生じる。で、そこで、これは私に美味しい。そこで私が入り込んで。同じことで感覚が生まれて、そちらに私が割り込んだ。そのように、原理微視線のセクションの中で、あるいは体感覚の中で、いろんなところで私、私っていうことを割り込んでくるっていうことを発見してください。それで前提が消えるんです。要するに、最初からも私がいない、私がいないっていうふうに挑戦すると、妄想で挑戦してるだけです。私がいないと仏教から聞いたっても、自分が発見してないでしょ？自分にとっては概念以外何でもないんです。概念思考って妄想だから。だからそうすると実践がうまくいかないんです。そうではなくて、いかにしてこの前提が現れるのかと調べるんです。それはお釈迦様がやったやり方なんです。今のお話なんですけども、どうして自分という思いがこう立ち上がるかということを観察しろという話なんですが、殴られると痛い。いや、殴られないように気をつけよう。まあ私の場合は、例えば鏡を見ると、あっ、というふうに思うんですね。だからもう鏡なんか見るのよそうというふうに思うんですけども、それでよろしいでしょうか？それちょっと逃げが入ってない？入って自分を守ってるんじゃないかなと。逃げが喜んない。今の説明から見ると、私が入らないように逃げようっていうところが入っているんで。逃げが喜んないんです。その都度その都度、私が割り込んでくることを観察するんです。悪行為するは、仏道を始める前にも、戒律を守らなくちゃいけないんだからね。ですから、逃げるセクションが最初から我々はもうやってもらってるんです。悪口言わない、嘘言わないとかね。戒律を守ってるんだから、修行で逃げる必要はないんです。以上です。